はい、皆さんこんにちは。こんにちは。This is how we do. It's a bounce up, bro. Yeah, you don't really wanna mess around. Give me your sex, sex. 今日は恵比寿に来てます。今日のトピック、何も考えてないんだ。何も考えてないんだ。あ、そうだ、純館のモーニングヘラルド、おめでとうございます。自分ネタは恥ずかしい。純くんって結構もういろんなお店でもう10軒以上立ち上げてるじゃないですか。ぶっちゃけて言うと、うん、ですよね。はい、数えたことないと思うんですけど、そのぐらい立ち上げてるじゃないですか。今まで、アドバイスが欲しいんですよ。これから若い世代の人たちがお店を立ち上げるじゃないですか。だからこういうところを気をつけた方がいいよみたいな。気をつけ方です。そうですね、気をつけ方をちょっとアドバイスしてもらいたいな。どんな気をつけ方あるかな。でも一番言えるのは、もう絶対言えるのは、うん、この人変だなって思った人にはついていかないのが一番ですよね。もう分かりきってることなんだけど、変な人だなって言うとどういうポイントですか。いや、まず、うん、見た目変。見た目変、変ですけど、僕大丈夫。違う違う、そういう変じゃなくて、なんだろうな、ルックスの変というよりは、はい、あの雰囲気の変かな、俺が言ってる。雰囲気の変、うん、僕、雰囲気も変なんだ。それとまた違うんですね。難しい。どうやってあげてる。カメラマンさん、どういう人が変ですか。ほらあ、言うことコロコロ変わっちゃうなみたいなとか絶対やめた方がいいし、多分悪いことをしようとしてる人って最初からもうそのつもりでいるから。あ、分かり、うん、その匂いは絶対あると。分かりますね、その匂いはありますね。やっぱオーナーシェフのお店って仲良くするなってずっと思ってる。料理できない人がお店をやるところって、うん、キッチンってアングルが全然違うというか、その人が、うん、オーナーシェフって料理ありき、うん、サービスありき、うん、その美味しさありきだから、うん、料理しない人がただお金持ってるオーナーやるっていうのは数字ありき、うん、自分料理してるから、うん、ずっとそのアングルで見てるけど、うん、自分お店やるんだったらもちろんオーナーシェフになるから、うん、キッチンは心臓部だし、そうです、ね、でも表もさほど手抜けないし、うん、全然抜けない。でも表だけかっこつけようっていう人は、うん、大体骨のない感じで終わっちゃうことが多いですね。7割以上多分、相当料理やる側に信頼のある人がいないと、うん、ですね。なんか見てくれだけで終わっちゃったみたいな、うん、まあしょうもないですよ、うん、いっぱいありますよね、ますね。なんで、今まで何十件もそういうのあったか、うん、で、未だに、うん、やっぱお金あってその悪い方のやり方でやってる人たちもやっぱいっぱいいて、いつになったらそういうね、まあいつになったらとは言わないけど、うん、結構やっちゃってる人いますよ、うん、なんで、まあこれからうちらの世代とか小さいジャパニーズコミュニティ、そしてそこにとどまるっていうことはしない方がいいですよね、正直。いや、いいですよ。これからビジネスを展開していく方は別にジャパニーズコミュニティにこだわらなくても、自分でこうマーケットを広げていくとかが気楽で、いいでしょ。寿司昔の方が古いと難しいですよね。昔の掟っていうものもありますし、うん、いろんな挑戦してもらいたいですね。最後にじゃあ軽くアドバイスがありますね。いつも立ち上げに、ここだけは絶対気をつけちゃう。立ち上げに行くの、うん、立ち上げとかビジネスをこれからやろうとしてる人たちに向けて、なんかアドバイス。立ち上げようとしてる人たちってそれなりに自分のお金を使ってやるわけだから、うん、その人たちのアイディアとか、うん、コンセプトっていうのはもう資本なんだから、それに賛同する人たちを向こうに求めてるわけだけれども、こうやったらもうボロ儲けできるみたいな、人使ってでもボロ儲けできるみたいな、うん、たまにはちょっと悪どい人たちもいるから、うん、そういうのはやっぱ
ね、みんなそういうなんか立ち上げ参加してくれって言われた時に、まあ、乗っかる方がバカ見るじゃないけど、まあ、もう自分次第ですよ、見極めた方がいいし、そういうの、そうですね、美味しい話だなと思って乗っかって見せた時に、うんうん、嫌な気分になっちゃったら、そうですね、でも乗っかった自分がっていうのは、うん、常に思った方がいいですよ、そうですね、うまくいったら、うん、誘ってくれた人のおかげだと思えばいいし、うん、結構簡単なことだけど、そういうことなんですね、そうですね、難しいですね、難しいです、そこに難しいですね、何か料理を作るよりやっぱり最終的に人間関係の方が難しいですよね、僕はそう思います、難しいです、ありがとうございます、今日はいいアドバイスを聞けてよかった、いや全然す、こんな感じで、はい、はい、ということで今日はありがとうございました、それでは皆さんまた次回お会いします、ご視聴ありがとうございました。We're at 4th General Overseas